竹上正人は、日本の政治家。三重県松阪市長。元三重県議会議員。三重県松阪市広瀬町出身。松阪市立、第四小学校、高田中学校、高等学校卒業。1986年3月、名古屋工業大学工学部土木工学科卒業。同年4月、三重県庁に入庁。2002年8月、同庁を退職。 2003年4月、三重県議会議員選挙に初当選。県議時代は自由民主党に所属し、党県政調会長を務めた。2011年に参戦。2012年11月、県議を辞職。2013年、松阪市長選挙に落選。2015年9月30日に山中光重、松阪市長が辞職。これに伴って行われた。 市長選に再出馬し初当選を果たした。2019年に再選。2013年1月27日執行。自民党、民主党の推薦、公明党の支持を得るも落選。当日有権者数、13万5249人。最終投票率 54.、54.57%2015 年10月4日、執行。元市職員の梅本陽子。 元民主党衆院議員の森本哲夫らとの激戦を、制止初当選。当日有権者数、13万3824人、最終投票率 52.、52.65%2019 年9月8日、執行。元学習塾経営の海中さつきを破り再選。当日有権者数、13万4010人最終、投票率 38.、38.28%。 ありがとうございます。